ちら方向にはね、宮鍋神社があります。150メートルぐらい歩きましたかね。まあ、こちらにはね、後進の文字の刻まれた、たくさんのね、石碑です。これは百後進でしょうね。正面王、今この道の部分というか周りを舗装してるのかな。こういったたくさんの庚申塔にね、囲まれています。ここはね、御霊神社です。こちらにも不動明王ですね。ほほう、こちらは馬頭観音です。名文も分かりそうな感じがしますけど、難しいですね。こちらがね、御霊神社の社は正面です。本当に百後進がすごいですね。もちろんね、雰囲気的に、最初からこの状態ではないですね。一つの、石碑に、後進の文字がね、100個とか書かれていますけど、一石百後進とかね。猿田彦狼、これは正面金剛尊ですね。宝蔵流、千後進供養、側面に書かれている記念名にはね、万延元年が多いようですね。1860年です。はい、こちらにはね、御霊神社と長押し由緒です。御祭神、豊木入彦の命と御姓の孫。大蛇に化身して、風呂沼に住んでいた伝説の人。面白いね。他、上毛の国に準ぜる、霊神、長押しの祖孫。村岡小五郎忠通と、五男、鎌倉権五郎景政。確か御霊神社には、その、鎌倉権五郎景政さんとか出てきますよね。10月、初日、現在は10月19日に例祭。創立年月は不詳なり、社殿によると、王子、この地に、皇助の国、国府あり、国府に仕える役人の子弟を教育する学校あり、その傍らに、将軍者あり、
校付けの国新名町西群馬郡のうちに十四池学校院若巫女明神と記載あるわ。この、将軍者なりと伝えり、桓武帝第五の王子、葛原親王より八世の後院を村岡心を忠道と言い、曹州に従し、陳府主婦将軍、鎌倉権の神と称す。五男を景政と言い、前九年、後三年の奥州の駅には、忠道副将閣にて、数々の戦功を立てたり、忠道寛治3年74歳にて陣中に病没す。景政忠道の軍を引率して、先頭に立ち戦う。その後、鳥海と焼きある矢、景政弓手の目に刺さる。景政その矢を抜き取り、数日後その矢にて鳥海を討ち取れり、敵味方ともにその勇敢称せざる者なしと。奥州平定して朝廷は忠道に御礼の信号を賜る。一族宗主長尾号に石を建立して御礼宮と称し、長尾一族の氏神とす。景政より四世を定影という。治承四年頼朝兵を挙ぐ。定影平家方と頼朝を攻むれど、後捕らえられ、三浦義澄に預けられ、後御免されたり。承久元年1月27日、源実朝右大臣、参賀のため、鶴岡八幡宮参賀の帰り道、石段にて、頼家の子、別当公暁に殺害されたり。北条氏、公暁討伐を三浦義村に命ず。義村は、すぐに長尾定影に命ず。定影、雑賀次郎など5人の力士を引率して鶴ヶ峰後面の峰にて公暁を討ち取れり、かねて北条氏は三浦氏も頼朝の意思になればこれを滅ぼさんとその機会を伺い、はべてり、北条元年三浦氏もその計略にはまり、三浦長尾領氏一族274人、頼朝公、霊廟、桶堂前で自害せり。これを、北条の乱という。元寇3年、北条氏滅び、後醍醐天皇の建武中興の世となり、足利尊氏、忠義兄弟も、天皇方なれば、忠義、成吉親王、4歳を奉じて、元寇3年、関東10カ国の行政司法権を委任され、鎌倉へ入った。上杉重則を、重義を、忠義の家裁とす。長尾忠景は、建武4年、1337年に、神津守護代となり、後、越後守護代も建武せり。後、弟、景常が、越後守護代となり、越後長尾の祖となる。景忠の少子、清景は、白い城主となり、四男忠房は父景忠と共に国府を城郭化して近江城と称し、宗者長尾九代214年の礎を築けり、忠義は尊氏に毒殺され、養子元氏の頃、成治2年頃、関東も平穏に収まれり、忠房鎌倉長尾号より御礼宮を分霊して若巫女明神に合祀し、現在の地に創立し、宗者長尾の氏神とす。某郷土史研究家先生は、宗者神社も長尾氏が旧地より現地に移転し、神社裏の昭和5年の宝塔も長尾一族が建立したのであろうと推定しております。永禄9年頃、近江城も武田氏の攻略するところとなり、御礼宮も近江城とともに跡形なく破壊され、定方の次男、忠春、古い地宿より江戸時代の初め、今の地に移り、御礼宮を再建、修験者となって、中将坊と称し、数代の後、長尾三等閣員と言い、明治22年、長尾正成の時、赤石中政氏の助力によって、元宗者村各町村の寄付によって再建となり、
また境内の先行神は都小路町阿弥陀寺町の世話人によって万延元年庚申年に狩野猿年に祭礼ができるよう万延元年以前3年から石屋に依頼して元総社村中大友村石倉村全国から1体ずつの庚申塔の寄付を仰ぎお祭りは毎年の、初庚申日、以上再建にあたり記録す。これは長尾氏のご子孫っていうかな、そういった方がですね、記録のために、説明版を作ってくださったんですね。これはなかなかよくまとまってますね。いろんな日本史で出てくるエピソードなんかもね、散りばめられていますから、大変面白い説明版ですね。鳥居の額塚にはね、御霊神社とあります。ここにはね、御霊社、先行神入り口とありますね。正面金剛王、庚申の文字が散りばめられています。それにしてもすごい数ですね。先行神を目指しましたけど、これもね、庚申って読むんですよ。正面王、まだあれなんですかね、整備の途中なんですかね。先行神ともなると親行神級のものがたくさんありますけどね。これなんかはイージーですよね。猿田彦狼、実月随雲、下にはね、右側がお猿さんね、一匹、鶏二匹、正面孫、はい、このような御霊神社と先行神をご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。すごい数だね。